それでは見事勝利を勝ち取りました岡山シーガルズ18番金田修華選手にお話を伺っていきたいと思います。本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。フルセットまで競り合った苦しい戦いだったと思いますが、試合を振り返っていかがでしたか？本当に、なんか、すみません。なんか今までこう、うまくいかない部分とか、まあ、それぞれがやろうとしても、こう、なんだろう、挑戦しきれてない部分っていうのがあったと思うんですけど、やっぱり今日の試合では、なんだろう、こう、みんなが、一つになってこう、うまく、すみません、ゆっくりで大丈夫です。皆さん、ファンの皆さんにこうシーガルズらしい バレーを届けることができて嬉しく思います。そして金田選手はチーム最多の28得点を獲得されまして大活躍でした。ご自身のプレーを振り返っていかがでしたか？そうですね、やっぱ個人的には、まあ、本数は多いと思うんですけど、やっぱり大事なところで決めきれない部分っていうのは本当に自分の甘さだったり好きだと思うので、そういうところをまた修正して来週臨んでいけたらいいなというふうに思っています。さあ、次戦は黒部アクアフェアリーズとの対戦となりますが、次戦に向けての意気込みなど教えてください。はい、まだまだそれぞれに課題があると思うので、そこをうまく修正してより結束力を武器としたシーガルズのバレーっていうのを皆さんにお見せできるよう頑張っていきたいと思います。それでは最後にファンの皆様に向けて一言お願いいたします。言ってようなことになっちゃうんですけど、こうシーガルズの武器である結束力をこう皆さんにお届けできるようチーム一丸となって頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。岡山シーガルズ18番金田修華選手でした。ありがとうございました。